イルファンへ向けて出発するのか。さすがにラシュガル王都に降りるわけにはいかないぞ。近くの街道にでも降りることになると思う。よそ見してる暇ないぜ。皆さん落ち着いて。女性と子供は家から出ないでください。男の人たちは協力して私と戦ってください。エリー、どうして。ただいまです。お嬢様、ローエン、それに皆さん、お久しぶりです。はじめまして、レイヤです。どうも。ドロッスル、何かあったのか。てっきりアジュールが攻めてきたのかと思ったの。怪我したの？僕をかばった時。大したことないと思ったけど、きついわ。誰か運ぶのに手を貸して。怪我は治りそう？お嬢様、私は馬の調教師なんですが。あなたしか頼める人がいないのよ。はあ。私が町を離れたせいでお嬢様には苦労をおかけいたしました。あの人、イルベルト様でしょ？元ラシュガル軍の参謀か何かだったって。ああ、だったら戦争になってもアジュールなんか敵じゃないな。近頃は戦争が始まるという噂ばかりで、みんなが不安がっていたから。ここでは無用な騒ぎになってしまいますね。とりあえず屋敷へ行きましょう。調教師の話だと、あの子たちの治療はもう少し時間がかかるみたい。それまでは町でしばらく休んでいてください。
大事の前だ。ある意味良かったかもしれないな。みんな十分に休むといい。え？なんだジュード、そんなに意外だったか？確かにルロンドを立ってからしばらく大立ち回りばかりでしたしね。お前も気持ちを整える時間がいるだろう、ロエ。お心遣いありがとうございます。